小坂光は長野県佐久市出身の自転車競技選手。主にシクロクロスを得意とする。宇都宮市役所に勤務する公務員でもある。父の小坂正則も公務員で現役のシクロクロス選手。自転車競技と出会ったきっかけは今も現役で選手として走る父親の存在だった。物心がつく頃には毎週のように父が走るレースを家族で応援に。 言っていた。小学校入学後から高校3年まではサッカーに熱中していた。再び自転車に興味を持ったきっかけは高校1年生の冬、サッカーの試合がないからと急遽シクロクロスのレースに参加することに。もちろん出るからには勝ちたいと意気込んでいたが出場した最下位のレースの表彰台にも立つことはできなかった。しかし、 負けず未いな性格に火がつき、その後も挑戦を続け、翌シーズンにはトップカテゴリーまで登り詰めた。大学2年の秋にブリッツェン加入のオファーを受けた。大学へは就職するために入ったので、悩んだ末にレース出場と並行して就職活動をし、宇都宮市職員となった。日常の業務後の夜に練習を行い、短時間で 効率的なトレーニング方法を日々模索している。父の影響を受け、高崎経済大学に入ってから本格的に競技に取り組む。2009年には自転車のオフロードレース、シクロクロスの世界選手権に、不死ともに日本代表として出場。2010年にも日本代表になり2年連続である。2016シーズンより、個人契約でコーチをつけ、 質の高い練習メニューを指示してもらい、数値や能力が上がっているのを実感している。2017年に、ミヤタ・メリダ・バイキングチームに加入し、マウンテンバイクに挑戦。最終戦で2位になるなどシーズン中に2回表彰台に上がった。2018年と2019年も MTV に挑戦していた。2020年は、ロードレースとシクロクロスに絞り、 シクロクロスの全日本タイトル奪還を目標とする。2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2016年、2017年、2018年、2019年。ありがとうございます。